はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、太ももが細くならない人にやってほしいメニューになります。たったのね1分間ですので、まあ、皆さんぜひね真似しながらやってもらえたらと思います。で、今回のねメニューなんですけども、リーチングルーマニアンデッドリフト with knee raise、まあ、めちゃめちゃ長いねエクササイズのメニューの名前なんですけども、まあ、いわゆる手を伸ばして止まっとくだけです。まあ、難しくはありません。ただバランスが少しいりますんで、そのバランスを取ることによって使える筋肉がハムストリングと大臀筋、脊柱起立筋、この3つがね鍛えられます。スクワットしてもね足が細くならないよって方は、このたったの1分毎日やってもらえたらと思います。では一緒に行きましょう。はい、まずやり方なんですけども、片足になって足を後ろに伸ばして、手を前に伸ばして、体をこういう感じでキープします。できるだけ手からかかとまでまっすぐなるように。で、膝は適度に曲げて、体は結構前傾姿勢です。これをね、両足10秒ずつ3セット、計1分一緒にやってもらえたらと思います。結構これね、バランスいるんで、頑張ってみてください。では、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。結構ね、これハムストリング効いてくるんで、結構、ね、痛くなっちゃうかもしれないですけど、頑張ってください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。2セット目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れでした。いやー、これですね。結構ね、ハムストリングと脊柱起立筋、結構効いてる感じしますね。で、これね、まあ、皆さん、やってもらった方、今、タートルは10秒3セット、両足やったんですけども、まあ、一度もね、バランスが崩れませんでした。皆さんもね、これ1分間やって、一度もバランス崩さなかったよって方は、コメントください。めちゃめちゃすごいと思います。これがしっかりね、バランスが崩れないように、足の裏とか筋肉のね、伝達ができるようになってくると、まあ、バランスがね、いわゆる筋肉のバランスがいいってことなんで、しっかりこれを、まあ、練習するっていう感じでね、やってってもらえたら、太もものね、前とか後ろのバランスが取れてくるんで、そうなってくると、座ったとかしてもね、太ももが太くなりにくくなります。であとは、やっぱりハムストリングのね、筋肉を使う意識ができてくるんで、そうなってくると、まあ、太もものね、前側が、すっきりしてきます。なので、今回、ハムストリングと、あとヒップアップ、そして脊柱起立筋、まあ、姿勢の改善ですね。そこに使える筋肉のエクササイズでした。今日もよかったら、皆さん、グッドボタン、そしてコメント、待ってますんで、よろしくお願いします。